始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タイマック王者のアンドゥです。今回もラッキー消しゴム前回の次から遊んでいきたいと思います。レベル12、子供はいらないだって。あ、なるほど、コウノトリが子供を運んできてくれたんだ。子供はいらないってことはこの子供を消せばいいのかな。なんかあいつ喋ってなかった、気のせい。喋ってやがる。せっかくの親切を。私たちは2人だけで幸せね。そうだね。かわいそう、コウノトリが。レベル13、一丸となって住みよい町を作りましょう。街頭演説ってこと？多分お前がうるせえよってことでしょ、きっと。あ、違う。じゃあこの優しいお姉さんを消しちゃうのかな。どういうこと？なんでお姉さん消えちゃった？なんでお姉さんを消したんてか。ホームレスが餓死したそうですね。でもおーい、やめろ、そんなこと言うな。お、なんか泣いてる。だって、あ、猫か。じゃあ猫、猫がいるんかな。あ、なにこれ。今もしかしてパンツ見えたんじゃない。これぞラッキー消しゴム。起きた。レベル15、私の何がいけないの。だって、え、なんか怖いな。別に何も悪くないよお前。あ、スカートが長いってことか、もしかして。そういうことか。やっぱ今時の JK はもうパンツ見えるか見えないかぐらいのスカートじゃないとこういうことになってしまうんですかね。急に仲良くなるやん、そんなスカートで。これ女子の友情ってスカートの長さで決まるの。やだ、俺はそんな世界信じない。あれ、まただ。またなんか別のやつ出てきたんだけど、私の何がいけないの。あ、今度は靴下が長いからってこと。あ、スカートの長さと靴下の長さが友達の基準になるってこと。本当に？本当じゃねえかよ。やっぱルーズはこうでしょ、ドリアプリトロ。あ、なるほどね、スカートの長さと靴下の長さで友達が決まるんだ。なんなんこの3点セット。さっきから今度は何が違うの。え、私の方が普通だよね。だって今回あれか、こっちを消すのかってことは逆なんじゃねえか、もしかして。あ、違うわ。え、なんだ、服が、あ、靴下履いてるから今度は普通じゃないってこと。つまり今度は靴下を脱がしてやるってこと。あ、ちげえわ。なんでやっぱ服が違うのか。あ、服の色が違ったから戦隊系、戦隊シリーズになりたかったのかな。じゃあみんなで、お、あ、なんだっけこれ、なんて言うんだっけ、うわ、忘れちゃった。おったまげー。あ、変わった、さすがに環境を整えて。だってポイ捨て禁止。なるぞ。で、このポイ捨てしたこれを捨てればいいんじゃない。あれあれ、ポイ捨て禁止が消えた、もしかして。食料が増えた、ここはネズミの天国かも。鬼上司の秘密は。だって分かった、つるっぱげなんだろ。分かった、お前の服に何か隠されてる。ブラジャーでもつけてんだろ。当たってしまった、当たってしまったんだけど。なんでちょっと嬉しそうなんだよ。うわ、おっさんをさばいてやって。うわ、こいつやば、堂々と痴漢してる。どうする、どうやってさばく。なんださばくって。まずこの手を消してやろう。こういうことじゃねえか。どうだ、これ男だったってこと。レベル21、私生活は守って。やばい、これはもう本当に危機。なんならこいつズボンまで下ろしてやがる。やばい、急いでテレビを消そう。お前だけを愛してる。てか左手汗かきすぎじゃない。お前以外に興奮する女はいないぜ。お前よく言えたな、あんなもん見てて。博士の秘密は。だって見て、この見るからに怪しい右のロッカー、ここにお前詰め込んでんだろ、被験体、実験者を。鋼の錬金術師の、あのクソ錬金師みたいなことしようとしてんだろお前。え、殺される、このままいったら殺される。光栄に思いなさい、次はあなたで人類に貢献しましょう。やっぱクソ錬金術師と同じだわ。お、レベル23、蜂から身を守ってるって。分かった、蜂の巣を消すんだ。ということはこの蜂を消してやるのかな。あ、分かった、黒い服だから襲われるってことでしょ。この黒い服を脱げば、
警察に襲われた。やばい、白いものに寄りつかないらしい。助かった。助かってないです。お、レベル24、勝たせてやって。堂々と不正する。いや違うな、分かった、このヘルメットを消すってことでしょ。もしあれ、こいつ死んだんじゃね。やべ、やりすぎた。じゃあ今日はこれをやりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。